はい、それでは今日も未来の自分自身におはようございます。はい、それでは今日の日付はですね、2022年令和4年の10月3日の月曜日。今日も日本経済新聞の朝刊からいろいろと今の社会情勢を学びつつ、朝からしっかりと文字を読んで音読をして口を動かして声を出していく、そんな練習を行っていきます。ということで今日は10月の3日の月曜日ですから、10月1日がですね、土曜日だったので10月の平日がですね、本格的に今日から稼働していくということになりますね。で、今朝の時点でのトピックではですね、新聞の記事の中にもちょっと、小さめの記事で出ていたんですけれども、新宿駅の西口にある、小田急百貨店がですね、55年の営業をしてきた歴史にですね、一旦終止符を打って、再開発をしてですね、そして2029年度を目標に、建て替え工事が進んでいくということになるようです。個人的にも昨日新宿をブラブラと散歩していたんですけれども、残念ながら昨日の時点ではその話題に気づかなくて、新宿東口あたりをブラブラしてしまったので、もし昨日の時点でそういったニュースをちょっとでも目にしていたら、新宿駅の西口あたりですね、小田急百貨店の様子だとかというのも見に行っておけばよかったなというふうにも思います。新宿駅でいうと京王百貨店などもですね、確かリニューアルするような、というか再開発の計画があったというふうに思うので、新宿駅の西口あたりもですね、本当にこのですね、10年後ぐらいになっていくと思いますけれども、本当に光景が様変わりしていくんだなということもあるし、新宿、渋谷、それから日本橋とかですね、丸の内あたりもまだまだここまで変わってきたように思えても、再開発がどんどん進んでいくので、東京都内もですね、ちょっと気を抜いていると本当にどんどん光景が変わっていってしまうので、自分なりにもですね、少しずつでも見られる光景をですね、目に焼き付けていくようにしていきたいなというふうに思います。ということで今日もですね、まず社説から音読していきたいと思いますけれども、今日は月曜日の朝刊ということになるので、昨日は日曜日でしたから、日経平均株価の終値というような話題も情報もお休みとなってますね。で、今日一つ目の社説についてはですね、食品価格の安定、国産穀物の振興をというタイトルの、社説記事となっています。食物輸入に頼る日本の国としてはですね、どのようにこの食物のですね、価格安定に向けた、なんていうんでしょうね、政策を打っていかなくてはいけないのかという、ちょっと、広い視点での広い視野でのですね、話題となっていて、なかなか一般庶民についてはですね、なかなかこの計り知れないところであったり、私たちがどうにもできない部分であったりもしますけれども、ただ、とりわけ食品ですから、私たちの生活に直結する話題でもあるので、しっかりと学んでおきたいと思います。食品価格の安定、国産穀物の振興。政府は値上げが見込まれていた輸入小麦の価格を据え置いた。食品価格上昇への対応を求める声に配慮したためだが、食品の安定供給を長期的に確保するには国産穀物の振興に力を入れるべきだ。日本は小麦の国内消費の約9割を海外から輸入している。政府が買い上げて製粉会社などに販売している。売り渡し価格は買い付け価格をもとに4月と10月に改定する仕組みになっている。主要国の不作を受けて2022年4月の売り渡し価格は約 17% 引き上げた。ウクライナ危機などによるですね、ウクライナ危機による国際相場の上昇や円安で10月は2割上がるとの予想もあったけれども、物価対策の一環で据え置くことになった。輸入小麦はパンやラーメン、パスタなどの原料として幅広く使われており、暮らしへの影響を考えれば据え置きはやむを得ない面もある。だが本来ある商品の価格の上昇は別のものによる代替を促すきっかけにもなる。穀物の多くを海外産に頼る日本にとって重要な作物は国内で自給可能な米だ。家庭でご飯を炊く機会が減る中で、食品メーカーは米粉パンやパックご飯などの開発に力を入れている。輸入小麦の価格が上がれば、そうした商品の追い風にもなるはずだった。円安により輸入小麦の価格上昇圧力は今後も続くだろう。必要なのは米の生産性の向上だ。将来性のある
生産者に農地を集めてより安い値段で米を販売することを可能にして、米の関連商品の消費拡大を米の関連商品の消費拡大を後押ししてほしい。国産小麦の生産拡大も課題だ。国や自治体が力を入れるべきなのは、収量や品質が向上する品種や栽培技術の開発。安定して調達できるようになれば、パンメーカーなども扱いやすくなる。補助金の出し方も検討が必要だろう。北海道を除けば、米の転作で小麦を作っている地域が多い。湿気の少ない畑の方が生産が安定するが、その場合は農家の受け取る補助金が減る。長期的に国産小麦を伸ばす必要性を考えれば、畑の作物として正面から生産を進行すべきだ。そのための支援の仕組みを再構築することが求められる。輸入小麦の価格据え置きは国民負担を軽くするが、効果は一時的なものに過ぎない。食料安全保障の観点から見れば、国内の生産基盤を強くすることが重要。それに資するような農政の全体像を示すべき時期に来ている。ということで、なかなかちょっと私たちにはですね、難しい、農家でもなければ、ただ一回のですね、消費者に過ぎない我々がですね、ちょっとどうすることもできないような問題にも見えますけれども、こういった食料安全保障に向けてのですね、農業政策というものが、日本の国の将来とかですね、私たちの生活というものを本当に左右することになってくるので、私たちもどのようなことがですね、現在この農業政策として行われているのかということぐらいはしっかりと見極めておいた方がいいでしょうし、国産作物の振興についてやはり進んでいくことになれば、私たちもそれを応援していくというような姿勢や考え方というものも重要になってくるんだろうなというふうに思います。で、2つ目の温読の題材についてはですね、2つ目の、社説に、高齢者医療の改革を続けようというような提言の、社説が来ているので、これをですね、2つ目の温読の題材にしてですね、高齢者医療というものも引き続き学び続けていきたいと思います。高齢者医療の改革を続けよう。75歳以上の高齢者が支払う医療費の窓口負担割合が10月から一部変更になり、一定以上の所得がある約370万人が1割負担から2割負担に引き上げられた。年金収入とその他所得の合計が単身世帯で約200万円、複数なら320万円以上あると対象になる。食料品などの物価上昇に広がる中で、負担増を求めることになるが、2025年9月末までの3年間は、毎月の負担増を最大で3000円に抑える、配慮措置が実施される。政府や自治体はこうした措置も対象者に丁寧に説明して、負担増への協力を求めてほしい。今回の負担増は、高齢者の医療を支える現役世代の負担を軽くするのが狙い。75歳以上の医療費は患者負担を除いた費用の5割を税金、4割を医療保険を通じて現役世代が支払う支援金、1割を高齢者の保険料で賄う。高齢者の増加で医療費が膨らむと現役世代の負担が重くなっていく。ただ今回の改革で現役世代の負荷を軽くする効果は限定的だ。支援金の総額は2021年度の 6.8 兆円が2025年度に 8.1 兆円に増える見通しだが、この伸びを抑える効果は2025年度時点で830億円しかない。大企業会社員の場合、労使折半後の現役1人当たりの保険料軽減効果は月にわずか33円。効果が小さいのは負担増の範囲が小幅だからだ。今回の対象者は75歳以上の約 20%、 現役並み所得があって3割負担がすでに適用されている人は約 7% なので、今後も約 73% は1割負担が続く。さらに1ヶ月あたりの医療費負担の上限額は見直しの対象外。2割負担の対象者でも外来受診のみの場合で1万8000円、入院があっても世帯で5万7600円とこれまでと変わらない。2割負担の対象者を広げるとともに、所得だけでなく資産に着目して能力に応じた負担を求める改革が急務だ。薬
薬や検査の重複を減らす仕組み作りなど、医療の効果、医療の効率化も欠かせない。現役世代の負担を抑える改革をこれで打ち止めにしてはならない、というような、医療費の、年代に、別というかですね、世代別などに向けた、提言であったりもしますけれど、これも農業政策同様になかなか私たち一般庶民にはどうすることもできなかったりするということもありますけれども、できるだけですね、各世代が公平でそして公正で、長期間ですね、今後も継続的に安定して運営できるような、そんな仕組みとバランス感というものを持ってですね、常に医療費というものの負担割合というものも改革を進めてほしいなというふうに思います。で、3つ目の音読の題材についてはですね、今日の日本経済新聞朝刊の、ですね、これは何面かな、13面にあるコンビニを舞台などに取り上げた経営の視点というですね、田中陽さんという方なのかな、明さんと読むのか、田中編集員の、書かれた記事で、経営の視点ですね、長所は成功の始まりという非常に示唆に富んだ面白い記事だったので、これをですね、3つ目の音読の題材に取り上げて、本当にこの経営をする人もしない人もですね、本当に社会人として示唆に富んだ素晴らしい記事を見つけたので、これを3つ目の音読の題材に取り上げておきたいと思います。経営の視点、長所は成功の始まり、新しいビジネスはミクロに宿る商機があるということで、コンビニエンスストア、宅配便、100円ショップなど、今では生活の一部となった昭和、平成に誕生したビジネス、それぞれに新市場を創造した成功物語があるが、その序章には共通のエピソードがある。冷たい視線を注がれるというですね、失敗するという冷たい視線を注がれたことがあるということだ。来年会社設立50年を迎えるセブンイレブンジャパン、スーパーなど大型店の出店ラッシュの最中に、新規事業としてイトーヨーカドーが立ち上げたが、イトーヨーカドーの社内ではですね、このセブンイレブンというビジネスに懐疑的な意見が支配的で、人材の派遣も最小限にとどまった。学者もですね、本来本家があるセブンイレブンの本家がある米国では小型店が少ないが、日本には商店があると先行きを案じていた。その翌年、2号店の立ち上がりの売上高は約35万円、現在のセブンイレブンの5割の水準だったという。それから四半世紀後、セブン銀行の設立をめぐっては、都市銀行の首脳らがですね、セブンイレブンの名に傷がつくので、もしこのセブン銀行を設立して成功するようなら、銀座を逆立ちして歩きますと、創業者の鈴木俊文氏にですね、暗にこのセブン銀行の設立の断念をですね、迫られたが、現在では大手銀行の ATM の数を上回ることになっている。セブンイレブンの誕生からしばらくした1976年に産声を上げたのがヤマト運輸の宅急便。小口は手間がかかるだけで儲からないという業界の常識があって、役員会では生みの親小倉正夫氏を除いて当時は全員が反対。案の定、初日の取扱数はわずか11個。そのセブンイレブンもですね、ヤマトの宅急便もどちらも日本を代表する企業となった、が、この通定というですね、通じたそこにあるのはですね、生活者への便利さの提供、家からの近さを売りに必要な商品やサービスを創造してきたセブン、分かりやすい簡潔な料金体系と素早い配送体制、取扱い荷物の多様化が支持されたヤマト、生活者一人一人の細かなニーズを丹念に吸い上げて、拾い上げて、そして、困りごとを解決する執念と、その積み重ねが両者を巨大企業へと押し上げた。スーパーの軒下などを借りて営業していた100円ショップ、インフレになったらひとたまりもないとあだばな呼ばわりされていたが、日常生活に彩りを与えるユニークな商品を出し続けて、今では商業施設の欠かせない存在になっている。商品が整然と陳列されていないレベルの低い店などと、業界から異端児扱いされていたドン・キホーテ、安さに加えて買い物をレジャー化したのが受けて、いつしかイオン、ヨーカドーなどの総合スーパーの利益をはるかに凌駕するまでの規模に成長した。
事業構造の比重が新築よりリモデル、リフォームに大きく転換した TOTO。 小口でいつ仕事の依頼があるかわからない改修の仕事は少額でうまみがないと業界では敬遠されていたが、2000年頃、重淵正俊社長、当時のですね、重淵正俊社長がバカにされているうちに差をつけてしまいと、社内に葉っぱをかけて基盤を固めた。高齢化社会によるバリアフリーや快適な住空間を求めるニーズを掘り当てた。ミクロに宿る商機、上昇を尻目に成功するまでやり抜く姿勢がそこにはある。というですね、まずこの小口の小規模の需要をですね、しっかりと拾い上げて、そしてですね、そこに商機を見出して、笑われているうちに基盤を固めてしまえというですね、この長所こそ成功の始まりという言葉は本当に素晴らしい言葉だなというふうに感じたりもしますので、この田中明さんというのかな、田中陽さんというのか、編集員の方のこの筆ぶりもですね、非常に読み手をですねにとって響くようなこの文章だったなというふうに感じます。こういうですね、本当に素晴らしい文章に合うと、ワクワクしてくるなと思うのが、新聞だし、そういう文章に日々会える可能性があるということで、やはり新聞をですね、細かく目を通していくということも、やりがいがあるこの日課というかですね、自分なりのルーティンだなというふうに思います。ということで、今日は2022年令和4年の10月3日の月曜日、今日という一日も本当に地味で平凡で、取り立てて大きな変化を感じることがない一日になると思いますけれども、自分なりに 0.1 ミリずつの小さな小さな点を日々打ち続けることによって、やがてその点と点が何かのきっかけで線で結ばれることがあれば、大きな変化を体感できることもあるかもしれないし、こうした何でもない平凡な一日を感謝して過ごすことによって、心が豊かな生活を体感できるので、今日も一日笑顔で元気よく頑張っていきましょう。それでは。